はい、今名古屋に来ております。朝の8時過ぎなんで、モーニング食べようと思っております。小倉あんのトーストもいいんですが、調べるとなんか鯛茶漬けを食べさせてもらえるところがあるみたいなんで、そちらに向かっていきたいと思っております。それでは行きます。朝ごはん食べてみました。朝ごはんは名古屋コーチの玉おかけご飯というのもありますが、基本ですね、昼からもですね、鯛茶一本でやられてるみたいです。名古屋にお越しの節はですね、してみてはいかがかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。